おはようございます。暑いわ。前回に引き続き前回がさ、明日独立するべき3つの理由ってのやって、最後にちょっと言ったんですけど、続きね、なんで独立した方がいいかっていう話と、じゃあ独立して若い衆が、10人って今日タイトルになってると思うんですけど、5人でもいいや、その親方になって、自分一人で動いてるっていうのは、そう変わんないっていうかね、人気で、自分の作業者出していかなかん分きついかもしれんけどね、従業員よりは。で、休みとかも、空いたら休みとかになっちゃうでしょ。従業員とかだと倉庫の掃除しとけとかいろいろやってくれると思うんだけど、会社が、そういう意味ではね、大変だと思うんですけど、で、従業員がじゃあもう独立しようしたいなって考えてる人が見てくれてると思うから、じゃあさ、5人10人になった時に、じゃあ自分の生活がどうやって変わっていくかって、俺お金のためじゃねえって言うんだったら別にいいんだけど、別にお金のためじゃないな、俺も別にお金でただ買えるものはあるね。ただそのベンツ乗りたいとかね、高級車乗りたいとかじゃなくて、なんちゅうかな、お金で何かが手に入るじゃんね。で、それは会社を大きくしたいとか、大きい事務所にしたいからとか、それってだってお金でしか買えないもんね。そのただで綺麗に事務所してくれるんでしょ。だからせっかく従業員使ったんだったら綺麗に事務所にしてあげたい、綺麗な作業者にしてあげたいっていうのも結局お金じゃんね。だからそういう意味で、お金っていうのは必要だし、それすらも分かんないんだったら、独立もしようがいいと思うんですけど、その辺についてちょっと言うか。まずじゃあね、お金は10人使ってたらどれぐらいになるって、ピンハネ商売じゃないけど、だいたい人数2万ぐらいになるような、最低でもね、安い仕事でもそれぐらいは出る、最初は出ないかもしれないけど、5人10人だったら、分かんない、これ聞いてる人で10人とかもうおる人でどこの位置におるかにもよるけどね、安くやってる人もおれば、結構いい仕事もらってる人もおると思うんですけど、戸建てってもうね、みんなで下げ合いしておるからなかなか厳しいからさ、法人の仕事とかね、大きいところのね仕事とか、企業の仕事の方が単価いいのかなとか思うんですけど、俺が感じることね、まずとび職で俺も10人ぐらい従業員になって、前回も言ったんですけど、最初本当人材派遣みたいな、妊婦出しみたいなところから始まって、コツコツ会社を大きくしてったから、やっぱ10人ぐらいになってくると、どうかな。でもその会社だからね、会社だから自分も給料制だから、本当に俺従業員10人でも給料15万とかしてたからね、本当に嘘じゃない、これは言ってもこいつ絶対嘘でしょと思うんですけど、本当それぐらい金使わずにお金貯めてた、給料立て替えなあかんじゃん。でそこが厳しいでしょ、だからもうできるだけ銀行にも借りたくないなっていうのがあったから、もうじゃあ自分が使わずに立て替えてこうみたいな、前借りとかも出てくるでしょ、作業者買わなあかんとか、お金もなんか取っとかんとさ、作業者がつい壊れたとかさ、あるじゃん。で、俺は本当に辛抱してたけど、普通に、その10人がゴールっていうのはないですけど、利益まで全部入れていくとどうなんだろう、10人は、100万を超えてってんじゃないかな、自分も現場で出たらね、自分現場で出たら100万は超えてんじゃない、余裕で。だってまず1個10人ぐらいが目標になってくるんじゃないかな、お金とかそういう生活で、それぐらいあれば、その100万で月ね、自分が40万しか使わんかったらさ、部屋と、俺は本当に2年の従業員十何人おって、部屋すらなかったからね、事務所に本当にみんなが土足で入ってくる、土足じゃないけど靴は脱いでるけど、もうその汚い帰りのやつだってくっせえやん、足ね、足袋履いて、俺とび職だったからさ、足袋履いてね、帰ってきた靴下とか裸足とかじゃん、そこにずっと寝泊まりしてたよ、2年ぐらい。だって売上は会社としてはもう1億超えてたけど、もうそこに寝泊まりしてた。家賃2万なんぼで風呂ないとこだったもんね。風呂がないとか湯が出んかったんだわ。で、風呂炊けんかったんだわ。汚いとこだったもんね。でそこでずっと寝泊まりしてたよ。で銭湯毎日行ってた。で、そういうお金は使ったよ。従業員毎日銭湯連れてった。で銭湯連れてって、銭湯じゃないと入れん人がいてね、スーパー銭湯入れん子がおったもんで。で、その銭湯行って飯食わして、でみんなでああだこうだって喋って、でそんでだんだん成長させてたけど、お金的にはそうかな、100万ぐらいになってくるんじゃないかな、であと
次に、まあ、付き合いっていうのが変わってくるじゃん、まあ、10人若い人になると、まあね、もともとは今連れと遊びに行ったり、ね、独立、まあ、独立して一人だとどうなんだろうな、まあ、俺も知っとる子とかの印象だと、まあ、何やっとんや元気しとるかって言ったら競馬やっとるとかさ、調べとるとかさ、まあいろんなこと言ってるけど、まあそんななんかあれだよね、なんか経営者みたいな感じになってこないけど、まあ10人15人使ってくるとやっぱ元請けさんなり、まあ、B2C でこれ一般の人とやってたらちょっと別だけど、やっぱ元請けさんとかにもやっぱいい人がちらほら出てくる頃だと思うんだわ、いいお客さん悪いお客さんっておると思うんだけど、でそうするとやっぱその人たちからまたすっごい学ぶことがあると思う、まあ、それぐらいになってると思うな。でまたその人たちが本当に消化してくれるわ、ちゃんといい仕事してたら。だからそう、なんか今パイプがないからなんだからね、あの独立なんかできない人なんか関係なくて、でその10人いきなり俺がもうゼロから10人バーンっていきなり明日10人で、俺が今で言ったら例えば100人だとして明日200人ドーンってなったら俺無理だもんね、その能力が俺には備わってない経営者としての。だからちょっとずつ階段登っていくからできるだけで、だから別にその10人そんな無理だわ俺っていきなりそんな人たちとお酒飲めんわなんて思わなくていいと思うんですけど、あのそういう風に自分がなっていくと思う、何年でそこまでいけるか分からないですけど、俺はちなみにもう本当に1年2年ぐらいそこまで行ったからな、独立してね、うん、だからまあすっごい急いで頑張ったからね、だからまあみんなにもできんことないと、もう本当にボッバカだったから、本当に現場行ったらただもうただ人に負けたくないみたいな、ただそれだけだったからさ、本当に そっからのスタートだから俺は人生が、うん、で何ちゅうかな、そうそう、いろんな人と出会ってやっぱいい人悪い人っていうのを見抜く力もちょっとついてくる頃なのかな、うん、まあ今のうちの授業員ったら職長クラスもそうだと思う、やっぱ5人とか6人とか部下がおって10人とかおるから、そうするといろんなお客さんとご飯も食べに行ったりしてるわ、やっぱ聞いてると。で仕事をもらったとか、うん、また新しい新規のお客、まあ一応新規って会社に登録しなあかんからさ、事務がね、だからそれの情報とかも見てるとやっぱ自分たちでいいお客様、悪いお客さんって選び始める頃なのかな今って、うちもちょうどそういう段階、その職長クラスたちが、今までは全部俺が仕事とか取ったりとかね、采配は俺がやったけど、いやもうマネージャーもおるし、マネージャーって営業のリーダーみたいなもんなんですけど、現場系のリーダーも各おるし、そうなってきてるところぐらいかな、うん。であとはまあ気になるのはまあ労働時間気にならないかな、まあ10人超えてくるあたりで自分がもう現場抜けるかどうかって悩み始める頃じゃないかな、俺はそうだった、うん、でただ現場でんと自分の人気がないでしょ、まあ受けてやってたりして3万で出たら20日出ても60万あるでしょ、うん、まあこれあの一般の人が聞くと60万儲かってんなと思うんですけど、あの道具代とかも全部あってたよね、ガソリン代もあって世話代もあってね、現場の物損費も全部入っての、まあ、人気3万ぐらいとか計算するじゃないですか親方とかってね、でそのあれだからね、そうこんな職人こんなに儲かるんかって全然儲かんないからね、社会保険とか入ったらかわいそうなもんだと思うよ俺、職人の世界だから成り上がっていかなきゃいけないと思うんですけど、うん、だからんまあそうだね、仕事の労働時間か、そうそう、うん、なんでやっぱ現場で出て経営者やってて10人ぐらいのところまでやっぱやると早いけど、やっぱ大変だよね、俺も本当にあの絶えず仕事してる時に飛び職だったんで、あの鉄骨とかのさ30メーターとかの上にさ針の柱の上にこれ立ってさ、うん、それでメモとペンポッケに入れてたもんで、あーってあれパパーってメモってあれやらなかんみたいなね、あれ電話入れなかんとか、あれ約束書って回答出さなかんとか、例えば来週から何人来れるかなとか、来週からこういう物件やってくれるかなとかいう返事をさ、あじゃあちょっと考えますで止まってるじゃん。だけど本当にもう5時6時から出たら遅いんだよ、今度また社員の世話があるもんで、でうちは特にもうそうやって人材派遣みたいなとこ始まったので本当に坊主ばっかだったんですよね、あのデギンコばっかだったんですよ、だからとにかく現場行って一生懸命走って、もうお客さんにも言うでって、安くてもいいで使ってくださいって言って、その代わりもう職人たちはもう毎日走れって、でお客さんが2個担ぐんだったら4個担げ、4個担ぐんだったら8個担げって、そしたら絶対可愛がってくれるでって言って、でいい子に恵まれた、そこで働いて今も残ってる子もおるし、でこの間 YouTube であの面白い動画に出てくれた子もおるし、まあ、今でも付き合いしてる子もおる、 YouTube 出てない子でもね、まあいい年だよ、もうこうっていうレベルじゃないけど30いくつのやつとかもおるし、だから、うん、まあそういうね、そいつらの世話が、そいつらが当時18区とかあったもんで、
家帰らしたら次の日来おへんみたいな感じだったもんね。遊びに行っちゃって、だからもう飯食わしてちょっと酒一杯飲まして、まあこういう雨ってあかんけど、昔はあんまりね飲酒もうるさくなかったんでね、ちょこっとまあそういうこともあったと思うんですけど、だからもう事務所に寝泊まりさせたとかね、遊ばしてね、でもうキャバクラ連れてったりとかさ、いろんなことしたわ本当。まあ、送信ともう明日来おへんと困るもんねと思って そんな感じです。で生活レベルって言ったらなんか10人ぐらいって言ったらそんなとこなんじゃないかな。だからまあ10人やっぱ超えていくぐらいからじゃない、みんなまあ受けでボンボン、じゃ あの周りに振ってるっていうスタイルもあるかもしれないでしょ。受けて自分がや自分のところの社員でやらずに人に振ってる、紹介してね、まあ、それが得意な人もおるから、そっち路線で行くならそっち路線全然いいと思うよ。でもそんなにね、なんかやっぱ仕事取るっていうのも一つの能力だから、なんかで間に入ってピンハネとか言って悪口言うやつも、俺も昔は言ってた。それこそまあね、この B2C 一般の人と やるまではそんなこと言ってたけど、仕事の取る能力って相当必要だからね。営業マン考えたら、うちなんかそうだよ、営業マンってあれだけで年間何千万じゃないよ、1億は言ってるよ、もっと言ってるわ。で仕事取るね、獲得してそれを管理する能力っていうだけでそれだけの費用がいるんだから、ブローカーみたいな人おるじゃん。だけどまあブローカーにはブローカーの毎日動いている活動費ってあるでしょ。例えばお客さんと接待したり飲みに連れてったりね、まああとは なんか贈り物したりだとかね、普段からアンテナ伸ばしてるからいろんなところに顔を出す経費ってあるじゃん。そういうのがあるとほら 5% とか 10% 抜かれとっても、そこは任しとったらね、その人といい付き合いして、その人がもう僕は全然1割抜いてくれていいで仕事くださいって言って仕事取ってきてくれる人がおるんだったら、俺はそういう人と付き合った方がもう今は全然いいと思う。全然一般の人とやるっていう道選択してなかったかもしれない俺は。その当時はなんかそういうのが嫌だったからね、なんだこいつせっこいなみたいな。まあ他にもいろんな理由があるんだけど、俺が一般の人とやった理由っていうのはね、それも一つの大きい要素だったかな。だからもうみんな、だからブローカーみたいな人といい出会いができや、まあそれはそれでいいと思います。そんなことではね、振り向いたらね、向こうからじっと見てるおじさんがおったね。ちょっと目が覚めたけどあってなったけど、まあそんなとこですよ。であと最後にもう一個だけな、これだけちょっと言わなあかんで、もう止めたいけどさ、12分か、周りの反応というのがあるんですけど、経営者になってね、まあ、これはもうこれは嫌な話はまた今度してもいいんですけど、みんなに独立してほしいからね。せっかくこれ聞いてなんかみんなの独立の後押しができやなと思って喋ってるから、いい話しか、まあ、してないよもちろん。でこいついい話ばっかするじゃんって、悪い話もしてよって、そうそう、俺はもうそれが目的じゃないからさ、だっていい話、いい話して、まあ、みんなのなんかよしやってみようって、でそれからやったからもう壁にぶつかりゃいい、もう壁はいくらでもあるから、だからまあそこだけはまあ考えててね。で周りの反応っていうので言ったら、本当にさ、まあ、今これ YouTube 見てる人もそうなんですけど、あ社長が喋ってるじゃん、社長じゃん、別に社長なんか別に何肩書きでしょ、名刺でしょ。で結局いやみんなこうやって見てる人で一人親方の子もまあ社長なわけでしょ。で僕社長ですって言ったらさ社長じゃん。でさ、その社長に弱いよね日本人って本当に思うわ俺。なんか居酒屋行ってもどこ行ってもそうだと思うの。なんか社長にはその、まあ、金髪の社長とかだったらもうさ、まあ、金髪が悪いっていうわけじゃないけど、まあ、これ難しいね、カットないでね、座職人でさ、まあ、金髪でピアスでっつって居酒屋でアホみたいなやつおるやん、で一人親方みたいなやつおるけど、まあ、そんなやつは別としてね、ね一応さパリッとしてさ、ね、ちょこっときちっとした格好をしてさ、まあ、社長やってたらね、それなりにやっぱ思った以上に評価されるっていうかさ、周りが社長なんだみたいな、だからそれっていいことだと思うんですよ。なんかそうやって別になんかチヤホヤされたいとかじゃなくって、俺はやっぱそういう風に周りから見られる、社長っていう風に見られることで周りの友達とかね、いろんな人にで、そういう風に自分が逆に上がってった、そこになんかあじゃあきちっとしなきゃいけないとか、挨拶きちっとしなきゃいけないとか、そのね靴の脱ぎ方1個とかさ、ご飯の食べ方でもそうじゃん、ね、挨拶の仕方も喋り方も何でもそうだと思うんですけど、なんかそういう風に期待されるからさ、なんか俺この話聞いたことあるんだけど、美人の人っていうのは仕事ができるっていうので、まあこれさ、まあ自分がブサイクだと思ってる人が聞いててさ、なんか文句言われそうだけどさ、それはもうテレビの話だよ、テレビで言ってた話だよ。なんか綺麗な人っていうのは期待されちゃうから、
あの人綺麗だから仕事できるんじゃねえかみたいな。で、できるようになっちゃう。だけどなんかその、期待されない人っていうのは、なんか、そういう風になんないみたいな。なんかそんな話を俺テレビで。でもなんか、まあ、これどうかわからないけど、まあ、超ぶっ最後なやつ。男も女もだよ。超ぶっ最後なやつは逆にドーンっていくみたいな。もう誰のことも気にならんぐらい、もう後ろ指刺されちゃうってかさ、バカにする。だ俺はどっちかそっちだからね。いじられキャラだったから、昔から。うん、どっちかっていうとね。うん、だから、うん、なんかね、イケメンで、あいつ絶対かっこいいから、ちゃんと仕事もできるんだろうな、みたいなタイプじゃない。もう、いい加減だしね、お前。今日もその、靴、これ映るかな。もう、また、裸足だしね。これ、撮影用に来てるしさ。ね。だから、うん、まあ、結構折り加減な方。今でも会社で半ズボン、T シャツみたいな感じでうろうろしてるし。うん、だから、いい加減な方だから、まあ、昔からそうだったから、まあ、どっちかっていうと、あんまり期待され子だったから。だからもう負けん気、逆に負けん気が出てやったかな。だから俺はどっちかっていうとそっち方面の人間だったんですけど、だから、うん、今は逆になんか社長さんなんですねみたいな、うん、で そんなに社員おるんですねって言われると、なんかそういう人になんなきゃいけないでしょ、シュッてなんなきゃいけないでしょ。でそれをなんかずっとやってる、こうやってやってるうちにそういう風になってった、なんか社長になってった自分のスタイルの形。うん、だからもうなんか朝遅刻するのも恥ずかしいし、別にもう回ってんだよ会社みたいな、うん、別に俺が朝からなんか朝礼やるわけでも何でもないしさ、でもなんか社長だから社員からね、あの人が親分だから、ね、親分がダサいことしたくないじゃん。だからそういう意味で、うん、朝きちっと行くとか、うん、夜顔出すとか、うん、まあちゃんと今日でも土曜日もね YouTube かで撮ってやるとか、そのみんなのおかげでこうなんか俺もそのブレーキがかかってる、あのアホにならないようにね、そのアホになったらアホになるじゃん、その夜ねお酒ばっか飲みに行っちゃうとかね、女の子の店で飲みに行っちゃうとかさ、まあ、あるでしょ多分人間って。だけど、まあ、そういう誘惑にももう負けないな。でまあそういうことをやってるうちにもう本当にそういうのに興味がなくなってきちゃった。本当にない、たまにお客さんと行ったら本当につまらんなと思う、まあ、たまに社員とも行くけど酔っ払って盛り上がっていくかって言って行っても本当つまらんなと思う。マジだよこれ、嘘じゃないよ、まあ、42だしね、うん、まあ、それはつまらんわね。28区だったらさ、まあ、楽しいと思うんだけど。なので、まあ、今はそれ聞いてる人は楽しいなと思うときは行きゃいいと思うよ。で、無駄遣いもしやいいと思うよ、俺は。そうすると成長しないもん。うん、だから別に、ね、そういうのやめとけっていうわけじゃない。ただ、その、金は残さないからね、ある程度。半分残しちゃいいじゃん。もう俺は半分以上残したからここまで来れたけどね。7割、8割使わんと、9割使わんと、ここまで、本当にそう。能力だけで、能力でこう来たんじゃない。どっちかっていうと、そのお金の力だって人を雇えるんだもん。今でもなんぼでももう10人来たって、まあ、別に職人給料叩かなかったでしょ全部、その全然できるしね。でそれがあったから俺はここまで来れただけで、だやっぱり人ね、せっかくのチャンスが来て従業員使ってくださいって、でも前借りやっぱ来るのにね10万ぐらいいるもんで、金借りたいとか20万円いたいとか、あごめんって20万もないわって、うん、すげえいいやつなんだけど雇えんかったとかあるでしょ多分。だからお金はやっぱもうほっとに残さなあかんわ。今給料で職人で働いてて、まあ、25万30万もらってるんだったら全然余裕で10万残せるんじゃない。俺も全然残したもん、社長やって残した。さあ、まあ領収書で従業員と飲んだりね、あれは出したよ。だけど銭湯だとさ領収書出ないんだよね。だからもう個人の金だよね全部、領収書くださいって言うくれるけどさ、まあそれもなんかやり方あるらしいんだけどね。税理士に今は俺知ってるけど、まあ、当時わからんかったで。今はやり方は別に伝票だけでいいんだわ。自動販売機で買ったジュースもみんな領収書なんかなくたって経費に入るんだわ。でやり方もあるけど、まあまあちょっと話がちょっとどんどんずれてっちゃったけど、まあそうだね。職人が10人が抱えてる社長さんはどんな人ですかっていうことだね。まあちょっとごめん、最後バラバラになっちゃったでまとめとこうか。19分なんでちょっと長いか。ちょっとまとめとくわ。ね、まずお金。100万前後じゃないって、でそこからやっとこっからもう現場抜けようかなって思いが芽生えてきて、まあ、それ正解だから。でそれ絶対俺でも摩擦も起きたから、社員からね、なんだ最近社長現場出てこなくなったかやって。現場出てとったらここまで来てないもんね、13年4年でね。だから、まあ、その摩擦と戦ってる人も今おるかもしれんな。であとは付き合いが、そうやってちょっといい人も悪い人も出てくるっていう付き合いだよね。で労働時間か。で、まあ、抜けたらちょっとね、まあ、ある程度余裕も出てくるんじゃない。家族も持てるとかそんなぐらいになってくるんじゃないかな。で周りの反応っていうのは、まあ、本当にもう本当にいいことしかないわ、周りの反応は。うん。
あのよくも悪くも見られるっていう立場になるから、俺はそれはいい方向だと思うからね。そんな感じです。